はい、皆さんこんにちは。こちらね、 iPhone X 用の純正レザーフォリオというケースなんですが、こちらは手帳型は私初めてってことでね、ちょっと使用頻度低いんですが、レザーフォリオにはこのようにね、カード用のポケットがありまして、ここにクレジットカードですとかね、あるいは入れようと思えばカード型のスイカや私鉄系のパスモなどのね、カードも入れることができます。ただしですね、こちら iPhone 側に当然モバイルスイカの設定をしている方も多いと思うので、これだとね、二重になってしまうという、そういうところがあります。それで前のね、動画の時に、これコメントいただいてたんですけども、このパスモなどのね、私鉄系の沿線にお住まいの方は、これモバイルパスモっていうのがまだないので、そうするとやはり、カード型のパスモと、あとはね、この iPhone の方に、このモバイルスイカっていうのをね、こう設定して、これパスモの方はね、パスケースなんかを持って分けてね、使わないといけないっていう、デメリットがあったんですよね。それで、このレザーフォリオなら、うまく使い分けたりできませんかみたいなことを質問いただいてたんですよね。で、ただこれ私、これね、おそらく、これ二重タッチになっちゃうんでね、後ろの方とかにね、迷惑をおかけしそうな感じがしてどうかなと思ってたんですけども、結構ね、パスモの方お困りってことで、ちょっとね、実験をやってみることにしました。で、周りにご迷惑をおかけしないためにね、ちょっと早朝早起きをして行ってまいりましたんで、ご覧ください。はい、時刻はね、5時半でございます。で、まずはね、このしばらく使ってなかったカード型のね、スイカに、これね、1000円チャージをいたしまして、それでね、これ使えるようにいたしました。で、このレザーフォリオのね、ポケットの方に入れましてね、これ奥まで入れて、これ持ち方はね、とりあえずこんな感じ、カードのね、方を、こう下にしてね、この方向で行ってみようかと思ってます。で、いざ改札にね、閉じてカード側を当てようと思いますが、さあどうなるんでしょうね。一応後ろにね、人がいないのを確認して、おお、ちょっとこれ通れちゃったんですよね。エラーが出るかと思ってたんですが、で、これね、このモバイルスイカ側見るとね、どうも入場したって感じになってて、で、カード側をね、チェックすると、これね、入場なんでね、こう課金をされてないのは当たり前かもしれないですけど、どうも反応していないみたいですよね。で、こちらね、電車が来ましたんで、こちらでね、電車に乗り込んで、ちょっとね、数駅移動して乗り換えをしたいと思うんですね。で、これ出口の改札、閉じた状態でカード側を当てようと思っています。で、これね、さっき入り口と同じ向きで当てようと思います。ところがですね、これ当てたらね、無反応で、しょうがないからひっくり返してね、iPhone 側で出れたわけですけども、で、これモバイルスイカはね、確かにこれ課金されてるんですよね。で、カード型のスイカはどうかというと、これはね、1円も減ってないんで、これはね、入場も、出口もね、してなかったという扱いのようですよね。で、こちら改札3回目、もう1回ね、入り口です。開いてね、カード側を当ててみようと思うんですけども、そしたらね、これね、複数枚タッチっていうエラーが出ちゃいまして、で、仕方ないんでね、これ閉じた状態で、これ iPhone 側をね、これ下にしてタッチしました。で、これね、数駅乗りまして、その間にですね、これこの iPhone のモバイルスイカをね、チェックしたら、どうもね、入場履歴がない風で、ちょっとね、不安になっております。で、どうでしょうね、これ改札4回目出口です。閉じて iPhone 側を当てようと思います。で、この向きでね、これカメラが下って感じ。おお、通れましたね、これ。で、モバイルスイカがね、確かに課金されていることが確認できて、じゃあカード型はね、どうかっていうと、こちらの方はね、これまた1円も減ってないんでね、これ課金なしだから、反応してないんですよね。で、改札5回目入り口、閉じてスイカ側を当てます。はい、これも通れちゃうんですよね。で、これモバイルスイカを見ると、これ今ね、入場しましたという、こうね、サインが出ていまして、
でこちらねまた電車に乗り込んで、でこれ数駅移動ねいたしましたけども、まあ、それでね、まあ、ちょっと頻度を増やすのに途中で1回降りましてですね、それで改札の6回目ですね、出口閉じた状態でスイカ側を当ててみたいと思います。こんな感じですね。で、うん、全然普通にね問題なく通れるわけですよね。でこのモバイルスイカが課金されていました。ではねこれ7回目、もう一度開いた状態でカード側を当ててみたいと思います。こんな感じでねいきますけども、ダメですね、複数枚タッチのエラーが出てしまいます。それでねもう仕方ないんでこれね閉じて iPhone 側を当てて入場をいたしました。うん、これだとね普通に通れるわけですよね。でこれ課金の状態はどうかというと、まあ、モバイルスイカが確かに入場したということがあって、でこれカード型はね、まあ、これ入場ですけど、まあ、残高はね減ってない感じで、でこれね電車に乗って、で今度はね一駅にで目的地に着きましてですね、まあ、これカード8回目、閉じてカード側を当てます。でところがですねこれ普通にさっきと同じように出ようとしたら、これねエラーが出ちゃったんですよね。でちょっともう一回やってみますね。やっぱダメだなこれ。でこちらね今カードを抜いてみてもう一回やろうとして、うん、やっぱダメなんですよね。ということでね、まあ、これねもうあの窓口の方で処理をしてもらうしかないので窓口に向かいました。まあ、これ窓口処理にはですね、これ再現映像になっちゃいますが、このウォレットの i のマークを押すとですね、このヘルプモードというのがあって、これをオンにできればですね、まあ、処理ができるモードになります。ということでね、処理をしていただいて、駅員さんにお手数をかけてしまいました。申し訳ありませんでした。で、モバイルスイカは課金処理が行われていて、で、カード型のスイカの方ですね、これ残高を見ると、これね課金がないわけですよね。でこちら一人近所の喫茶店で反省会を行いました。まあ結局ねここの、まあ、このポケットにね、まあ、スイカなりパスモを入れてもですね、これまあ結局はねスイカかパスモをね出して使わないと反応しないみたいですよね。これコメダのモーニングですね。だからまあちょっとね両立使い分けは難しいのかなって感じです。でね夕方ねふっと思いまして、これパスモ中心だったらね、例えばモバイルスイカのエクスプレス設定をオフにしてポケットに入れたらどうなのかなと思って、でもちょっとね時間的に電車にね乗れない場所にいたんで、まあ、ちょっとねコンビニでねこのエクスプレスカードの設定を一旦ね今オフにしてねなしにしまして、それでねちょっとここにねスイカをしっかりね奥まで入れてどうかなという感じの、まあ、買い物のねタッチの実験をしてみました。でこんな感じで今カード型のねスイカ入った状態でねこれタッチしたんですけども、どうもね反応しないんですよね。まあ、それでね結局ダメなんで、まあ、このねカードを出して、まあ、それで支払ったと、まあ、そんな感じでねどうもねこれ入れた状態ではねカード型のスイカやパスも反応したいみたいですよね。でこれ見るとねこのパッケージのね説明書きに、まあ、フォリオには磁石が含まれます、磁気ストライプカードはポケットの中だけで保管してくださいって書いてあるんですよね。だからどうもこのポケット内っていうのはこれ磁気がねシールドされているので、まあ、ちょっとねそれが影響して、まあ、このポケット内のカードは、まあ、改札とかねコンビニでは反応しないのかなっていう感じの、まあ、これ想像しましたよねこれね。ってことでねこれ、まあ、これ純正レザーフォリオにカードスイカを入れた場合どうかっていうねまとめですけども、まあ、まずね閉じた状態で、まあ、改札ではねほぼモバイルスイカが反応しました。ただ、まあ、これ稀にエラーが発生するようでですね、まあ、ちょっとそれがね、まあ、あんまり、まあ、これ安定性がないなっていう印象を受けました。でポケット内のカードスイカは、まあ、これ
ほぼね反応しなかったですよね。まあ、それで、コンビニでもねポケット内のカードスイカは反応しなかったことが確認できております。で、開いた状態ですけども、まあ、開いた状態だと2回やって2回ともね複数カードタッチというねエラーが出てしまいまして、これはやはり使えないということですね。なのでね、まあこれポケットにねカード型スイカ、まあ、パスモなども含まれますけども、これ入れた状態ではモバイルスイカとのね使い分けはまあほぼ不可能ですね。カードは取り出さないと使えないということです。で、まあ閉じた状態でもたまにエラーが発生するようなので、まあ、これねおすすめできる使い方じゃないのかなという結論が出ました。ということでね、今日はリクエストにお答えしたこれ実験でしたけども、この辺にしたいと思います。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。